あ、こんにちは、みさきです。今回は、ジローさんの装備紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ジローさん、今日はどういう装備でお越しですか？今日は一応、一応デブグル装備。デブグル装備、はい、シールズ海兵隊でしたっけ？海軍ですね。アメリカの海軍の、なんか特殊部隊な感じですよね。上からちょっと帽子とこうフェイスガードとプレートキャリアといろいろ揃えていらっしゃるんですけども、こだわりポイントとかこだわりですかありましたら。なるべく黒がないようにという、何ですか？黒の色がないようにっていうぐらいですかね。黒色がこうなんか動きを目指すって感じ。そうですね。まあ、あんまりこう本物装備ではないので、ほぼレプリカなので、なんとなくこう色味がちょっと違っても気にせずという感じで、安いものっていう感じです。はい、じゃあちょっとお使いのハンドガンとか長物とかこう愛用しているやつを紹介してみましたら、ハンドガンは今日はシグの、E2 ですね。E2、はい、丸いのやつですね。丸いのやつですね。なるほど。これなんで E2 にしようと思ったんですか？単純にシールスとかよく使ってるっていうのを聞いたっていうだけなんですけど。あ、聞いたっていう。はい、聞いたってだけなんで。ちょっと噂を耳にしちゃってって感じ。はい、それだけですよ。どうですか、使い心地は？あの、燃費がすごい悪いですね。あ、悪いんだ。ワンマガジン売っちゃうと、もうガスがだいぶ少ないんで、ツーマガジン目が結構厳しくなってるパターンが多いです。じゃあ、ワンゲームごとにガス足さないとって感じなんですね。はい。その分、リコイルが強いとかですか？そうですね。やっぱり、あの、もう一丁、あの、はい。あの、M&P のブイカスさん持ってるんですけど、はい。これは燃費がいいんで、はい。割と好きな感じで、いいんですけど、はい、リコイルがちょっと少ないっていうのと、ちょっとリコイル好きな人としては物足りない。ね、はい、どっちかっていうとリコイルとこう精度どっちが好きですか？リコイルの方が好きです。あ、なるほど。どっちかずっと当てられてもいいからリコイル。なるほどなるほど。リコイル、じゃあもう E2 まさにって感じですね。そうですね、はい。結構ハイキャパとかもいいですよ。あ、本当ですか？はい、まだ打ったことなくて。あ、ハイキャパがすごくいいんで。はい、じゃあ今度試す機会がある。あとで私のちょっと。あ、本当ですか？ありがとうございます。日常会話になっちゃった。じゃあですね、ちょっと長物の方も、はい、よろしいですかね。長物は、はい、あの、丸井さんの、はい、416D、デブグルカスタム。デブグルカスタムですね。なるほどですね、はい。やっぱデブグル装備だからデブグルカスタムにするしかないって感じですね。そうですね。もうなんか、とりあえず、この業界に誘っていただいた方にいろいろ勧めていただいた銃はこれだったので。はい、あ、なるほど、はい。どうですか、使ってみて。そうですね。重いですけど。はい、重いんですけど、まあ、リコイルも強くて、はい、まあ、僕は好きだな。よく当たる感じですか？まあ、僕のちょっと腕の問題であんまり当たらないんですけど。ああ、そうなんですか。なかなか当たらないんですけど。なるほど。はい、敵が早すぎるんじゃないですかね。どうなんですかね。敵の動きが早すぎてちょっとこう。それがあるかもしれないです、ね。弾着する前に動いちゃうから。動いちゃってるかもしれない。しょうがないですよね、エアソフトガンだとね。実銃だと大丈夫です、当たりますよ。ああ、本当に僕もまだグアムとハワイでしかやったことないな。ああ、そうだ。なるほど。大丈夫ですか？あ、多分そっちが。大事なもの落ちましたけどね。あ、そうです。ああ、大丈夫。はい、はい、じゃあちょっとデブグルをこうやろうと思った理由とかってありますか？こうなんかまだサバゲーとかよく知らない人もいっぱいいると思うんですけど、こうなんかデブグル装備に凝り出した理由とかあったら。あれですね、僕をこの、サバゲーに誘ってくれた方が、はい、ハートロックとか、はい、ピースメーカーとか、はい、ピースメーカーでしょ？ピースメーカー、そういうゲームによく参加されてる方で、はい、まあこうミュージックビデオとかの監督されてる方なんですよ。で、僕もちょっとそういう系の仕事なので、あ、なるほど、はい、そのプロモーションビデオ、そのつながりで教えてもらって、出る感じ、いろいろ装備を、揃えたってことですね。なるほど、なるほど。じゃミュージックビデオに登場しちゃう感じですね。いつからそういうのありたい、あればいいんですけど、ね、はい、ちょっと撮る側なんであんまりないですけど、あんまりないですけど。そうやね。もう勢い余って撮られちゃったらどうですか？やってみたいですか？やってみましょう。ぜひぜひ、こう、ちょっとサバゲーで動きと、形とかを磨いて、そうですね、いいんじゃないですかね。タクチコーな動き、タクチコーな動きね。じゃあちょっとそのデブグル装備をやってみて、こうなんか、あ、これいいなみたいなありますか？他のと比べて、なんかこう砂地でいいよとか、まあそうですね、秋とかいいよとか、まあ、これからの時期は、はい、緑がだいぶ落ち着いてきて色味が似てきていいんじゃないかな。なるほどなるほど。フィールドにもちろんよるんですけど、はい、
そうですね。なるほどですね。まあ、ちょっと他の僕迷彩とかも全然持ってないので。あ、なるほど。去年始めたばっかりで全然これだけなんですけど、どこのフィールドに、はい、わかりました。ゆっくり回って、あとでちょっとお互いケースもグリッチャーとするんで組み合わせる。ああ、いいですね。はい、いい感じですね。こうタクティコーな感じで。わかりました。じゃあ最後にちょっとこれからサバゲーを始める方や、あのちょっと始めたばっかり、自分と同じようなちょっとまだ1年経ってないよっていう方に向けてメッセージなどありましたら。そうですね、気軽に、始めていただければ絶対楽しいと思いますので、はい、はい、ぜひぜひ、まずはフィールドにお越しください。ありがとうございました。はい。